リードしてもらってる感じだったけど楽しかったですよ。でもさあれいろんな先輩とやったらめっちゃなんかトーク力もつきそうだし食レポ力も上がりそうだしなんかすごい絶対すごいいいと思う。先輩とは喋れるんだよね。その髪型真似したらやめた方がいいよ。これ髪型じゃないし止めてるだけ。大御所の先輩にコラボ申し込もうだって。大御所の先輩誰？チュリさん、チュリさんレジェンドだから。でもなんかリモートって緊張するよね。なんだろう、なんか同じ場所にいて一緒に配信するよりもリモートの方が緊張する。なんかチンチコチンとかもリモートじゃなくて早くさ一緒に配信するやつに戻してほしい。マキコさんはいつも話してくれる。でもなんか改めてコラボってなるとさ何話していいか分かんなくなっちゃいそうだから、なんていうの、一緒にコラボなんかノリでするならいいけど、今日何月何日コラボしたいですとか言うとさ改まっちゃうから、さっきのさかのんちゃんみたいにちゃんとさ企画がちゃんとしてたらいいけど、私そういうのできないからさ。お腹すいた。さっきもらったの食べよう。くまだけたら唇吐いた君は。ロッキーから攻めようだ、どういうこと。でもさっきさんとこの間やったよね。しかもエゴさんともやったことあるから。エゴさんともコラボ配信したか2回ぐらいしたことあるよね。しかも一緒の同じ場所からもやったことあるし、その考えたらエゴさんといっぱいコラボしてる。なんでバナナの味するの？クリームにバナナが。バナナピューレが入ってるの？きなこちゃんに会ってない、会いたい。チーム E の先輩は玲奈さんとかよくお話しするけど、
よくっていうか会ったらお話しする。うんうん、おいしいです。水分がないんだった。猫さんのお家に行かなきゃね。ずっとね、来てねって言ってくれてるんだけど、ヨナさんも優しいよね。おはようございます。佐藤さんと仲良しのイメージ、レオナさんね。イーブンのやつもあるの、バナナ、かわいい。声がさ、あ無理だ。今日お出かけするの、どうしよう。なんかレッスン場に行くかスーパーに行くか、なんか迷ってますね。おるーさんだけ S の先輩はおるーさんだけ。水買いに行かなきゃ。昨日ショールーム終わってすぐ寝た。塚川さんは私がめちゃくちゃしつこく話しかけたらちょっと話できるようになりました。貴重なお水、あとこれだけになっちゃった。花粉症は私は、花粉症これ違うよね、多分大丈夫。でも花粉もあるんでしょ今って。もう花粉らしいよ、チュリさんが言ってた。あったかいよね今日、めっちゃあったかいらしいから外出たいんだけどさ、レッスン行こうかな。スーパーは行く、アボカド買いたいし。寒い。唇吹いた、君は制服を着ためいた。こんなに朝からメイクしてるの久しぶりな気がする。今日ね、洗濯する、洗濯して掃除して、まあとりあえずそうだね。顔がむくんでおります。
宅地掃除して片付けて家片付けて、まあなんかいろいろゴミまとめて段ボールまとめて、レッスン場は行くか迷う。まつげ上がってるね。みんなレッスンしてるから多分ナヤンに会いに行くか。なんか昨日ね、吸気性がいっぱいいたから吸気性が集まる、吸気性って多分同期が集まるとなんか昔話みたいな、まあ、そんな吸気は昔じゃないけど昔の話をねめっちゃするんだけど、昨日なんか懐かしい話いっぱいした。5時半前で、あや追加するね、ありがとう、楽しみにしてる、会えるの。懐かしい話、なんだ懐かしい話って言っても12周年とか、あでも1年2年前の話とかいっぱいしました。面白かった。なんだろう、なんか昔のレッスンの話とか、アンダーのなんかレッスンのアンダーの話とか。僕は君のために私最近悩みがあるんですけど、このファンデーションが出ないっていう、あ、出た。さっき出なかったんですよ。さっき出なかったからね、ちょっと困ってたんだよね。僕は君のために何ができるだろう。せた、お腹すいた、私もお腹すいた。納豆ご飯食べようかな。メイク道具買いに行きたいんだよね。自分の手のひら、卵かけご飯にしよう。卵ないな、今日うちに今卵ないんだわな。チンチンデパコシじゃないよこれ。みんな持ってる絶対。何度だって人気商品だよ。
家に物全然ない。バナナしかない。バナナとグラノーラはあるけど牛乳がない。でも鶏肉今解凍中。鶏肉解凍中。ティーンズユニット何人が選ばれるの？6人。あ、ヨーグルトある。ヨーグルトとね、マンゴーピューレだっけ、なんかと砂糖があるから、ま、マンゴーラッシー作れる。一時期めっちゃハマってた。チュリさんのやつ。今一番何食べたい？なんだ、卵焼き。昨日食べた卵焼き食べたい。手のひらいい曲。ああ、いくらの、なんか豆乳ヨーグルト。この間のさ、キャノンティーと須田さんと奈和さんが、イベントやったじゃないですか。お味噌汁みたいなやつ。あれのところの豆乳ヨーグルトをいただいたんです。私がお財布捨てた時に、マネージャーさんがくれたやつに入ってて、あ、タピオカだし、冷凍タピオカある。タピオカ屋さん行ったらなんかサービスでもらったタピオカ、冷凍タピオカ。鶏肉解凍ね、鶏肉の解凍さ冷蔵庫でする場合って結構時間かかるよね。思い出す手のひらとかさ、あ、なんだろう、ポテトラの曲と手のひらと、あ、ポテトラの曲と逆上がりの曲とか聞くとね、12周年めっちゃ思い出す。なんでかって、なんでかっていうと毎日聞きながら通ってたからです。もうね、2人乗りの自転車とご機嫌斜めなマイメイド合ってるとかね、めっちゃ白いシャツとかめっちゃ聞きながら通ってた。あとなんだっけ、手のひらとか To be continued とかから思い出すんですよね。ご機嫌斜めな恋のマーメイド。おーおーいい。なんかさ、自分が出てた曲も好きだけど、なんかさ、そればっか聞いてるとあれだからって思って、他の国曲の好きな曲とか、あとね、潮風の招待状とか。そういう曲を弾きながら通勤していました。心のガラス窓に夜月が、何だったこれ、ちょっと分かんないけど、ポテトラね、めっちゃやりたい。最近ずっと思ってる。今一番やりたい公演、やったことない曲だったら、やったことない公演だったらポテトラ、パジャマドライブですね。
やったことある公演だったら制服の目から胸、あ、リスタートもやりたい。だって1回目ってさ、1回きりって結構悲しくない？なんかせっかく覚えたし、なんもう1回ぐらいはやりたい。リスタートは違うポジションでやりたい。それかファンの人が入ってる公園、いっぱいいる公園か。ああ押しになったよ。おお、めっちゃすぐなった。ありがとう、切り替え早、ありがとう。会いたかったと逆上がりはやったことない。逆上がりもやってみたいな。やば、逆上がりさ、思い出すと懐かしくなっちゃう。逆上がりも懐かしいな。逆上がりはあの愛知スカイエキスポでリハを見たの。それを思い出す。逆上がり公演、現地リハをね見たんだけど、走ってみんなで走ってね会場に着いて、もう大爆走、超走って見たな。私が一番最近で全力疾走したのその時だな多分。回ったみんな、なんかどうやってステージに行くのか分かんなくてギャーギャー言いながら、あやめろさんと走った。あやめろさんとみなるんさんとソーダさんとゆきさんとかルカさんとかと。そんで逆上がり声見た、私目悪すぎてなんか誰が誰か分からんくて、ゆずぽさんしか分からんかった。ゆずぽさんしか分からんかった。12周年の客席、いやスタイル、ゆずぽさんのスタイルでしか分かんなかった。髪型も全然見分けつかなくて、ナオさんどこにいるか分かんなかったし、ピオスさんも分かんなかったし、なんか私は目が悪いから、目が悪くて、しかも 遠かったじゃないですか、あの客席だからね、ちょっと見えなかった。ゆずぽさんはなんか足が長すぎて分かった。なんかいつもだったらなんか踊り方とかで大体誰が誰か分かるんだけど、私は目が悪すぎて分からんかった。視力測ってない今、昔は良かったんだけど最近測ってないから測りたい。いろいろあったね12周年。12周年もや、なんかやっと最近懐かしく感じるようになった。ちょっと前までは最近のことだと思ってたんだけど、やっと懐かしいっていう気持ちになりました。12周年が、鳥で走ってくる。名前も知らないのは何かね。何時までやろうかな。今頃一般女性してるのかな。この間電話してたよ。この間一般17歳一般女性と電話してたよ。
もっと間隔を空けてほしかった。なんの？このまま枯れずに咲けばいい青空かと思い、今日は早起きしたから一日長そう。そうかな。でも昨日も言うて早かったけどね。最近ね、用事がある日は早起き。でこの間のあの何なんだっけ、この間のさ公演、特別公演、年末のリベンジのやつ、めちゃくちゃ早起きだったもん。あそこからね、生活習慣が治った気がする。好きです、好きです。11時半までやる多分。11時半、話が盛り上がったら12時、話が盛り上がったら12時です。盛り上がらなかったら11時半。13日って何があんの？あ、3月の話、めっちゃ先の話。僕から見えてめっちゃ早かった。だって8時、18時開演だったじゃないですか。18時開演だったけど集合めっちゃ早かった。こんにちは。今日7時に寝た。早っ。私も昨日早く寝た。めっちゃちゃんと今日起きれるように早く寝た。夜更けの駅のホームで片道切符握り列車に乗り込む。生まれた街の明かりが届かない先に。声の練習もしなきゃ。What?Are you doing? What are you doing? 何それ、なんだこれ。誰かお役。ショートスリーパーは辛いです。ショートスリーパーってさ、寝れない人のこと。何してる今、何してるの、うん、今コメント来るの待ってた。コメント来るの待ってました。懐かしい6人公演。はい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 。チュン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 。飛び出した空に見えない星たち。調子どう？最近調子どう？最近調子どう？私？最近調子？って感じ。睡眠が短い人のこと。え、睡眠が短いのは寝れないってこと？起きちゃうとか？
短い睡眠で満足できる人、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。いいな、ショートスリーパー、かっこいい名前、名前かっこいいし、ショートスリーパーいいな、ショートスリーパーになりたいぜ。チャチャチャン、今日は21日か、明日が22、明日は2じゃないよ、放送日です。そしてあれです、なんだっけ、あ、そう、コヨーチフラグの5時、あ、今日豆腐会の予定だったんだ、5時販売スタート。ちっちゃん最終日かな、君にやれるなら今だ、最終ベルが鳴る、ついに心の奥の声を聞け、選ぶんだ道を。あら、マリア様みたいなお洋服、マリア、マリア、マリア、弱い自分が憂鬱の森で迷わぬように、マリア、マリア、マリア、危険なとこ好き、最終ベルが鳴るの振りってめっちゃなんか個性出るくない？めっちゃなんか人によってやり方違うしさ、なんか個性が出るなってすごい思う。じゃあ今日は誰の真似しようかなと思いながらいつもやってる今日は誰風に行こうかなって考えていつもやってるの奥の声を聞けがすごいね、ここの流れすごい個性出る、選ぶんだ、めっちゃ苦手、なんかできる人できない日が激しい差が、あてれたーたーてたのなおさんが大好き、なんかテレテンテンテちゃんのね、降りるならばかなの、だからここちゃんちゃんのちゃんがね、なおさんとエゴさんはめっちゃ下がるの下まで、だからそれがかっこいいなと思っていつも真似してる。ダンスとか参考にしてるメンバーいますか？全員です、全員です、 SK のメンバー同期後輩含め全員です。参考でしょ、真似するとかじゃなくて
参考にして。モノマネはねできないよ私。参考だからなんか逆になこうだと変に見えるなとかいうのも参考にするし、こうやるとかっこよく見えるなっていうのも参考にするし、全員参考。コヨーチフラグ MV、 あれどこに出てるの、どこに出てる、コヨーチフラグの MV、 コヨーチフラグのさサビ、1サビはさきさんの隣にいます、さきさんの隣にいます、さきさんと、さきさんと誰の隣だっけな、めっちゃど真ん中のところ、このここら辺、どんな形だ、こうか、この辺、ここにいます、ここここです。こんにちは。朝だからさ初見の人が多いのかな、いつもいない人が多いのかな。急にこの曲踊ってって言われたらできたりする、それは曲によるな、曲によるかな、曲やったことあるのしか、やったことない曲は基本できない、できないですごくまれに好きすぎて体が覚えることはあります。